人役。ちょっと今から25年前の小学3年生だった頃の話を聞いてくれ。椎村ってところに住んでいたんだけど、Tちゃんっていう同い年の女の子が引っ越してきたんだ。すごく明るくて元気いっぱいな女の子だった。で、このTちゃんは霊感が強いとかのレベルではないくらいに、霊力とも言うべきものを持っていたんだ。正直、ここまで書いただけで、近隣に住んでいた人なら、ああ知ってるっていうくらい、地元では有名な子だったよ。俺、同じクラスだったんだけど、小学3年生だと、そんな話は嘘だって思うわけで、俺ももちろん信じてなかった。で、Tちゃんが、じゃあ見せてあげるよってことになって、好奇心旺盛な男子がTちゃんの後をついていった。その時俺は怖くてついていけなかった。次の日、俺のクラスは大騒ぎ。Tちゃんは一旦家に帰って、ポラノイドカメラを持ってきて、3枚の写真を撮ったそうだ。そのすべてに、思いっきり鮮明に霊が映ってた。今でもはっきりと覚えてる。1枚目。木の横でうなだれている中年の男性。2枚目、顔がぐにゃぐにゃに見える甲冑姿の人。3枚目、叫んでいるような顔が画面いっぱいに映っているやつ。さすがにこれを見せられては信じるしかない。この一件で男子からは大人気、女子からは怖がられる存在になってしまったんだ。もちろん男子の中にも怖がって近寄らない奴も相当数いたけどね。でも T ちゃんはそんなことを全く気にする様子もなく、本当に元気でよく笑う女の子だった。正直、俺も T ちゃんのことが好きになってた。この T ちゃん、村外れの一軒家に住んでいたんだけど、半径100メートルは一軒も家が建っていないような場所で、だいぶ打ち解けた男子が、なんでこんな場所に家を建てたの？って聞いたんだよ。T ちゃんは、お母さんがここに住まないと悪いことが起こるからと答えた。どうやら T ちゃんのお母さんもすごい力を持っているようだった。その頃、俺んちは借家だったんだけど、家を建てる計画が出てて土地を探していたのよ。で、小学生の俺はT ちゃん家の近くに住みたいとか思っちゃったわけで、村外れに空き地があるよとか母に助言して、T ちゃん家の近くに家を建てさせようとしたんだ。それで母がその土地を調べてくれたんだけど、不思議なことに T ちゃん家の周辺はすべて県が保有する土地だったそうなんで、県に問い合わせてみたら、あの土地を売る気はないと断られたそうだ。
県の保有する土地に、ティーちゃんの家のみ一軒。あの頃は、そうか、ダメなんだ、ぐらいにしか思わなかったけど、今考えると、おかしな話だ。このことを、翌日ティーちゃんに話したら、笑いながら、それはそうだろうね。ダメだよ。あそこに住もうなんて考えたら、って言われた。正直、聞くまでもなく、何かしらあるんだろう、とは思っていたけど、こんなことになるとは、夢にも思わなかった。ティーちゃんのことが好きな男子が、みんなでティーちゃん家に遊びに行きたい、と申し出たのだ。ティーちゃんは普段見せたことのないような顔で、危ないから絶対にダメと断った。しかし、どうしても行きたい男子、俺含むは、勝手にティーちゃん家に隠れて行ってしまおうということになって、学校帰りにみんなで向かったんだ。最初に驚いたのは、ティーちゃん家を中心に大きくトゲトゲのついた金網が張り巡らされ、ティーちゃん家に向かう道以外に侵入経路が断たれていたことだ。ティーちゃん家に隠れていくのが目的だった俺たちは、道以外の場所から入ろうということになって、金網をよじ登って、裏側に回り込むようにティーちゃん家に向かった。地面は土に小石がたくさん混ざったような感じで、草一本生えていなかった。それが印象に残ってる。多分ちょうど金網とティーちゃん家の真ん中くらいまで歩いた時、一緒に来た男子の一人が悲鳴を上げながら走り出した。それに釣られたように俺も含め全員その男子の後を追う。金網を傷だらけになりながら登って学校まで逃げた。最初に逃げた男子にどうしたのかと聞くと、黒い霧みたいなものが俺たちを包み込もうとしていたらしい。結局その霧を見たのは一人だけだったけど、その男子は俺たちの中では一番頭が良くて、嘘を言うようなやつじゃなかった。まあそれ以前にティーちゃんに危ないと言われていたので疑う理由なんてないんだけど、次の日学校でティーちゃんに話そうとしたんだけど、俺たちが話す前にすごい剣幕でティーちゃんが怒り出した。何してるのよ。初めて見るティーちゃんの怒り顔だった。その後ティーちゃんに言われるがまま授業を受けず、ティーちゃん家の方面に引っ張っていかれた。金網より200メートルくらい手前で立ち止まって、ここで待つように言われる。1時間半くらい待ったと思う。一人の女性が俺たちの前に来た。ティーちゃんのお母さんだ。俺たちを見るなり、本当にごめんなさいね、大丈夫だからね、と正直すごく不安になるようなことを言い出した。そのままティーちゃんのお母さんとティーちゃんの家に向かう。家の壁にはお札みたいな楕円形の紙がたくさん貼ってあった。家に入ると白い衣装を着たティーちゃんが正座していた。ティーちゃんのお母さんは家に着くなり、ティーちゃんに向かって、
思いっきりビンタをして、あんた、何したかわかってるの？と、怒声を上げた。Tちゃんは鼻血を出しながらお母さんに、ごめんなさい、ごめんなさいと、泣きながら謝っている。私じゃなくて、この子たちに謝りなさい。と、Tちゃんのお母さんが言って、俺たちに何度も、Tちゃんが、ごめんね、ごめんね、と繰り返した。子供ながら状況わからないし、悪いのは俺たちだし、大好きな Tちゃんが鼻血を出しながら謝っているのに耐えきれず、みんな大声を出して泣いてしまった。Tちゃんのお母さんはどこかに電話を入れる。俺たちには聞こえない位置だったから、何を話しているのかまではわからない。その後、俺たち全員の家と学校に電話を入れて、俺たち全員の母親と兄弟のいる人はその兄弟も呼ばれた。一時間くらいで全員が揃った。どうやら県庁からも連絡が行ったことを後から知る。その後、もう一時間くらい経った頃、Tちゃんと同じような服を着た、二十歳手前に見える女の人が到着する。その女の人が俺たちを見るなり、だいぶ持っていかれてますね。急ぎましょう。そう言った。もう何が何だかわからず、泣くしかなかった。俺の母親も泣いているし、怖くて仕方がなかったのを覚えてる。多分お祓いだったと思うけど、テレビで見るようなお祓いとは全く違っていた。一言も喋らないし、正座をしたまま目をつぶって動かない。ただ、その間俺は意識が朦朧として、耳の奥というか、頭の中心からうなり声みたいな声が聞こえていた。やがてそのうなり声、だんだんと大きくなっていって、最終的には聞こえなくなった。時間にして10分くらいだと思う。Tちゃんのお母さんに、とりあえずこれで大丈夫ですが、お母さんたちは残ってください。と言われ、俺たちは午後からの授業を受けに、Tちゃんと学校に戻った。先生には事情が伝わっていたらしく、大変だったな、と慰められたのを覚えてる。その次の日から、Tちゃんは人が変わってしまったかのように、暗く無口になってしまった。俺たちが話しかけても無視されて、笑顔を見ることは一切なかった。そして三ヶ月後、先生から転校したことを告げられる。俺たちは、自分がTちゃんをあんな風にしてしまったと、ずっと後悔の日々だった。小学校3年生の頃の話は以上です。実はこれを書いた理由は、昨日Tちゃんに25年ぶりに会いました。俺の母と元Tちゃんの家に行ったんです。母の話だと、2011年の4月から5月の間にもう一度集まるように、言われていたそうです。そこでいろいろな謎が解けました。後日談と補足。
去年の秋だったと思う。母親から電話があって、4月4日に実家に来いとのこと。5日は会社休みをもらうようにと言われた。詳細は全く聞かされなかった。4月4日、仕事終了後、2時間半かけて実家に帰宅。豪華な夕飯を出されたけど、なぜ帰って来いと言ったのかは教えてくれなかった。4月5日、朝4時半に叩き起こされる。出かけるから着替えろ、とのこと。実は、帰宅していた際に、駅で小学3年生の時の友人と会ったので、なんとなく予想はしていたけど、確信に変わる。向かった先は、やはり T ちゃんの家。しかし、現地に着いて、びっくりした。金網だった場所は、高さ3メートル以上はあろうかという、ネズミ返しがついた、立派な塀になっており、その上には、トゲトゲがついた鉄線が張ってあった。刑務所の壁みたいな構造だ。嘘か誠か、高電圧注意の看板までついてる。ちなみに、あの事件以来、この場所に近づくことは禁止されていた。禁止されていなくても、近づかなかっただろうけど。道沿いに歩くと、鉄でできた門があって、入り口にリクルートスーツの男性が立っていた。母親が名前を名乗って、身分証明書を求められる。本人確認が終わると、鍵を開けて、中にどうぞと案内された。俺の予想では、この部屋の真ん中に、T ちゃんの家があるものだとばかり思っていたけど、塀の中には全く何もない。例の土に小石が混ざったような地面があるだけだった。そこに三人の女性が記憶にある白い服を着て立っていた。〇〇くん？俺の名前が呼ばれる。一目分かった、T ちゃんだ。俺はどうしても謝りたくて、真っ先に T ちゃんに向かって泣きながら土下座した。その後、10分もしないうちに、あの時のメンバーが揃い、やはりみんな考えることは同じようで、真っ先に謝りに行っていた。土下座までしたのは俺だけだったけど。何よりも嬉しかったのは、T ちゃんが昔のように明るくいてくれたことだった。まずは自己紹介がされた。三人の女性は、T ちゃんのお母さん、T ちゃん。25年前にお祓いをしてくれた女性。この三人だった。三人とも世間で言う氏名ではなく、何かすごく長い名前。戒名みたいな名前で自己紹介をしていました。呼ばれた理由は、この土地の解放と、俺たちの守護霊の供養。どういうことかというと、この塀で囲まれた場所には、人役と呼ばれる土地に救う者がいました。自爆霊の上位版とでも言いましょうか。その場所に足を踏み入れた者に不幸というか、正直死んだり神隠しにあったりさせる凶悪な奴らしいです。人役を無に返すには、半年近く人役専門のお祓い師を置かなければいけないそうです。今回は県からの依頼で
T ちゃんのお母さんがその役に選ばれたみたいです。実際に人役が無に帰るのは25年後。その間にまた犠牲者が出ると、そこからまた25年後になってしまうそうです。本来であれば、人間の六感で無意識に近づかないようにするそうなんですけど、意識してそこに行こうとする気持ちが強い場合、それを跳ねのけてしまうそうです。俺たちの場合は、多分全員、T ちゃんのことが好きだっただろうから、それで押しのけてしまったんだと思う。ただ、黒い霧を見た、というのは、幻覚だったみたいです。人役は、目を通して見ることはできないそうなので、六感か守護霊による警告と恐怖心から来るものだそう。ことの発端は、この頃土地開発が進んでいて、その場所にも住宅街ができる予定だった。最初は平らな土地ではなく、起伏が激しい森林だったそうだ。それを切り崩して土地を慣らしてできた場所だったんだけど、その作業中に行方不明者が二人出た。よく見ると古墳のような人工的な出っ張りがあったんだけど、それも一緒に慣らしてしまったみたいで、それを村の役人が聞いて、人役の可能性を示唆、県が買い取ってお祓いを始めたそうです。これが驚いたんですけど、俺たちの守護霊というべきものは、俺たちの代わりに人役に持っていかれたそうです。本来ならば、俺たちが消されていたところを、守護霊を代わりに捧げる形にしたのが、25年前のお祓いだったようです。まず土地の解放。白装束の三人が地面に座り、足を広げ黙祷する。そうすると表現しづらいんだけど、空気が変わるというか、人役が消滅していくのがなんとなくわかる。次に、守護の供養。これは前に見た星座で黙祷の状態。供養が終われば自然と新しい守護霊が生まれるそうです。今まで守護霊なしていたことが怖かった。これで全て終了ですが、最後にちょっと小言を。Tちゃんの態度が変わったのは、俺たちが T ちゃんを好きでいたことがバレたからでした。同じことが起きないよう、誰とも会話せず、交流を絶ったそうです。正直、T ちゃんのこと好きなのがバレたのが、一番きつかった。恥ずかしすぎる。長い話、お付き合い、ありがとうございました。八ヶ岳村。五年前のこと。暑い夏も終わり、涼しい風が町に吹き込んでくる。半袖では少し寒く、長袖を着てちょうどよかった。私は高校三年生になり、お金が欲しくて自分でバイトをしようと決心。情報雑誌でバイトを探す毎日。そんなある日、私にもできそうなバイトが見つかった。
お好み焼き屋の接客業だ。面接をして、一発 OK が出た。次の日からバリバリ働く私。バイト先の先輩方にも気に入られて、楽しい楽しい毎日だった。最初の給料日の日、皆が新人歓迎会をしてくれた。みんなそれなりに飲み、時間も遅くなった頃、一人の先輩が注目を集めた。おい、今から八ヶ岳村に行かねえか？俺酒飲んどらんし、運転するからよ。行こうぜ。みんなノリノリだった。恥ずかしくも私もノリノリのチキチキだった。朝9時、ワゴン車に7人を乗せて、八ヶ岳村に出発。八ヶ岳村は隣町を越えて山の中にある、今は誰も住んでいない小さな廃村。インターネットで調べれば出るかな。ワゴン車の中は、タバコの煙と爆音で流れている音楽にノリノリの私たち。目的地には約4時間程度で着いた。着いたとは言っても、村までは車で行くことはできない。途中で車を止めて歩いて行かなければならない。みんな懐中電灯を片手に持ち、手をつなぐ者や、服を握る者、みんな内心は怖いようだ。私はというと、足ガタガタ。恐怖を胸に抑え込み、テク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 歩き出した。どれくらい歩いただろうか。目の前に電気が通っていないトンネルが口を大きく開けていた。中からは風が強いのか、叫び声のようなものが聞こえる。恐る恐るトンネルに入る。入ってみると驚き、トンネルはすべて手掘りで、人二人が通るのが限界だった。皆二列に並び、ゆっくりゆっくりと歩いていく。さっきまではしゃいでいたのに、今じゃ誰も話さない。シーンと静まり返るトンネル。トンネルの真ん中あたりに来た時だろうか。たったったった、たったったった、たったったった。後ろから誰かが走ってくるのが聞こえる。全員が懐中電灯で後ろを照らす。なんと、入り口の方からゾンビのような走り方をした人がダーッと走ってきた。うわ！みんなトンネルの出口の方に全力で走った。泣きながら走る奴もいれば、我を失い、手と足を一緒に上げ下げしちゃってる奴もいた。しかし、後ろから走ってくる人との距離は変わらず、向こうも距離を測っている感じだった。出口を出ると、眩しい光が目にしみる。後ろからはもう追ってこない。前を見ると、獣道の一本道が口を広げている。後戻りもできない。一同はテクテク歩き出した。獣道を抜けると廃村が見えてきた。村の入り口には、誰かが書いたのか、白い看板に、赤いペンキで、
八ヶ岳村と書いてある。全員来てしまったことを後悔して、泣きながら手をつないで歩いていた。村の真ん中には、リングで出てくるような井戸があって、その周りに、ポツンポツンと家がある、小さな村だった。そこにいるだけでも、怖くて帰りたいのに、トンネルを通らなくてはならない。みんな帰ることもできずにいた。廃村の中にも入れず、ましてや、怖くて動くことさえできずにいる。何時間そこにいただろうか。日も暮れ始め、あたりがだんだん闇に包まれていく。その時、急に後ろから人の声がした。この村に何か用ですか？みんな一斉に振り返る。そこには着物姿の女が立っていた。その横には小学生くらいの女の子も立っている。とりあえず顔が見たこともないくらい白かったことを記憶している。あ、いえ、すいません。肝試しに来てしまって。トンネルに誰かがいて、帰れないんです。そうですか。肝試し。顔は口すらも動いていなくて、無表情の親子。しかし、確かに声は聞こえる。うわーっと、皆腰を抜かし泣いていた。すいません、すいません。泣きながら何回も何回も謝った。村を走り回るやつ。その場から動けずにいるやつ。ただ立ち尽くして泣いているやつ。みんな絶望的だった。とその時、トンネルの方から声がした。おい、こっち来い。声が聞こえたというか、頭に直接響いた感じだ。私たちはその生きた声に導かれて、一目散に走った。その声はトンネルの入り口付近から聞こえてきた。後ろからは、たっ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 た。追いかけてくる足音が聞こえる。後ろを振り向くと、さっきの親子が無表情で追いかけてくる。助けて、助けて。走った走った。私たちは我を忘れて必死に走った。トンネルの入り口を抜けた。一人の住職が立っていた。お前ら、何しとるんじゃ。全員おるか。後ろを振り向くと、あの親子はいなかった。すいません、全員います。とりあえずついてこい。住職に導かれ着いたところは古いお寺だった。確か光隆寺だったように記憶している。とりあえず全員本堂に呼ばれて正座をさせられた。お前らが言ったあの八ヶ岳村は普通は入れないはずなんだ。トンネルがあっただろ？はい。あれは10年前に崩れ落ちて、通れなくなっているはずなんだが、なんとなしに
嫌な予感がしたから見に行くと、トンネルが開通しているではないか。ぞぞっと一同に寒気が走る。誰かが導かれたなと思い、念じてみたところ、お前たちが来たんだよ。あのまま私が行かなければ死んでいたよ。すいませんでした。ありがとうございます。とりあえず、村のことは何も教えられん。知ってしまったら後戻りできんからな。はい、聞きたくないです。怖くて聞けなかった。そして、泣きながら謝る私たち。住職には、二度と来るなときつく言われて、一同は家に帰った。家に帰って、親にこっぴどく叱られた私は、今日起きたことをすべて話した。しかし親からは、納得がいかない答えが返ってきた。光隆寺も、八ヶ岳村と一緒に亡くなったはずだけど、あの住職は、私たちを守ってくれていたのでしょうか。今でも皆、何事もなく、普通に暮らしています。影。誰にでも影はあると思います。もちろん生きていればですが。もちろん、あいつは影が薄いとかの影ではなく、常に自分と一緒についてくる方の影です。これから話す話は、記憶がまだ新しい、数年前の出来事です。僕が中学2年生の時でした。僕が通っていた中学校は、宮崎にある H 中学で、各学年3クラス程度の生徒数も少ない学校でした。そのためか、友達もたくさんできて、学校の終わりには友達と毎日遊んでいました。特に親しい友達に A 君と B 君がいました。A 君と B 君は小学校からの付き合いなので、何をするにも一緒で、そのせいか趣味や行動も似ていました。当時僕たちの間でエアガンが流行っていました。学校ではエアガンを持つことは禁止されていましたが、カタログを持ってきては、これはかっこいいだとか、これが欲しいだとか、もっぱらエアガンの話で盛り上がっていました。ある日 A 君がエアガンを買ったと言って、A 君の家に見に行くことになりました。それほど大きくはないハンドガンでしたが、すごくリアルで、一気に心を奪われました。ついで影響された B 君もエアガンを買って、僕も買いました。それからはエアガンを持って、毎日のように的当てで遊んでいました。それから夏休みが近くなった頃、自然と怖い話を耳にする機会が増えてきました。学校の先生の話す怖い話も怖かったんですけど、クラスに霊感の強い奴が一人いて、そいつもよく怖い話をしていました。そいつの話す怖い話というのは、簡単に言うと、学校の近くに潰れた施設、これは実際にあります。
そんな施設があって、友達と友達の兄貴の三人で、夜中その施設に入って、肝試しをすることになったらしい。その施設、結構有名で、心霊スポットになってる。そこのトイレにある鏡の前で、四秒間目を閉じて、目を開けた時、鏡に女性の顔が映ればいいことがあり、逆に男性の顔が映った時は、一生呪われる。そんな噂があった。それを確認するために三人は行ったらしい。まず一人がトイレに入り、あとの二人はトイレの外で待つことになったが、最初に入った一人、その次に入った一人、二人とも自分の顔以外は何も映らなかった。ところが、最後に友達の兄貴が入って、二人が外で待っていると、急にトイレで、ギャッと悲鳴がして、慌てて外の二人が駆け寄ると、兄貴の右足から血が流れていたという。大した怪我ではなかったものの、三人はその場所を逃げ出した。結局、なんで足から血が出たのかわからない、という話だったと思う。その話を聞いた僕たちは、興味本位でその施設に行くことになった。ただ僕たちは噂を試すのではなく、お化け退治感覚で行くことになった。実行日は土曜日の夜12時。それぞれ親が寝た頃に家を出てくることになった。持ってくるものはエアガン、懐中電灯。そして土曜日の夜12時、A 君も B 君も集合場所に集まっていた。エアガン持ってきた？それぞれエアガンを持ってくる約束だったので、忘れずにみんな持ってきていた。A 君はエアガンの他に塩を持ってきていた。僕がなんで塩を持ってきたのかと聞くと、呪われた時には塩が効くっちゃが、と自信満々に答えた。僕も B 君も、ふーん、そうなんだ、と、知識のある A 君がいることに安心していた。集合場所からその施設までは近かったので、歩いていくことになった。普段歩き慣れた道も、懐中電灯の光だけでは別の道に見えた。施設の入り口に着くと、さすがに不気味さがさらに伝わってきた。門は閉じられていたものの、簡単に乗り越えることができる。扉は壊れて開いていたので、そのまま入ることができた。B 君が、なんか、やばくない？と、少しおじけづいていたが、僕も A 君も、大丈夫やが、と言いながらも、B 君の背中を押しながら、前に進んでいった。施設は2階建てになっていて、とりあえず僕たちは1階を探検することになった。懐中電灯の光以外は、月明かりさえも照らされず、視界はかなり狭かった。僕も A 君も、B 君の肩につかまり、身を寄せ合っていた。たまに B 君が、うわ、何か踏んだ、と叫ぶと、僕も A 君も、ちょ、おま、マジ、脅かすなって、と言いながら震えていた。
ある程度時間が経つと、少し暗さにも慣れ、ふざけて、何か後ろにはいない?とか、お前背中になんかついちょるぞ?とか言いながら、お互いを驚かしては笑っていた。一階をとりあえず探検した後は、二階に行くことになった。二階、例のトイレがある場所だった。お前先行けよ、と、先の見えない階段を前に、譲り合いながらも、三人横一列になって進むことになった。やべえよ、絶対なんか出るって。と、B 君が急に怖がり出す。確かに一階とは明らかに雰囲気が違い、壁も床もボロボロだった。A 君が、なあ、今、なんか音せんかった?と、急に呟いた。おい、マジそういうのやめろて。と、僕も B 君も怖さのあまり、神経質になっており、少し切れ気味だった。それでも A 君は、いや、マジだって、と反論する。それからしばらく三人で口論になったが、次は B 君が口を開いて。ちょい待て、ちょっと待て。と、何か焦って話を止めた。僕も A 君も何事だと思って B 君を見た。B 君が、俺も聞こえた。そう言った。A 君が、やろ?聞こえたやろ?と、疑いが晴れたように目を丸くしていた。うん。何か、カツカツって音じゃねえ?そうそう。なんか、たまにだけど聞こえるよな。二人は意気投合したようだった。僕には全く何の音も聞こえなかったので、きっと二人がまたふざけているんだ、そう思っていた。ところが二人とも、なぜか焦り出して、ほぼ同時に、こっち来てね、と口を合わせた。どうやら、足音が聞こえているらしい。とりあえず身を隠すために、僕たちは近くに倒れていた大きい机の裏に隠れた。やべえ、やべえ。そう言いながら、A 君が塩を周りに撒いて、僕たちにも塩をかけた。さらに緊張が走って、それぞれエアガンを握りしめた。いざという時は、そのエアガンで戦うつもりだった。聞こえる?と B 君が聞いてきた。いや、お前は?と A 君が返した。相変わらず僕には聞こえなかったので首を振った。どうする?行く?と B 君が言った。何も言わなかったけど、僕も A 君もうなずいた。正直怖かった。机の陰から身を出した途端、霊がいるんじゃないかと、いろんな妄想が頭に湧いてきた。せーので身を出すことになり、エアガンを構えて、一気に飛び出した。懐中電灯を照らす。何もない。三人とも息が上がってハーハー言ってた。その時 A 君が叫んだ。
おい、あそこ、トイレの方。三人が一斉にトイレの方に懐中電灯を向けた。一気に明るくなるトイレ。一瞬だったが、影のような黒いものが消えるのが見えた。いたよな、何か。B 君が口を開く。もちろん僕にも見えていたのでうなずいた。だがあまりにも影がはっきり見えたので逆に恐怖はなかった。きっと僕たち以外に肝試しに来た奴らがいるんだ。三人ともそう思っていた。おい、行こうぜ。と、B 君がエアガンを構えて走った。もうその時は、霊的なものを追うというよりも、侵入者を追いかけるような映画のヒーロー気取りだった。トイレの入り口の前まで来ると、スワットが突入するように、エアガンを構えて壁に持たれた。B 君が目で合図を送る。僕も A 君も何も言わずにうなずき、一斉にトイレに懐中電灯を向けた。ところが、何もいなかった。おい、誰かいるっちゃろ？出てこいて。と、B 君が叫んだ。何も反応はなかった。トイレは男女共同で使えるようになっており、男性が小便する用の便器が二つ並び、男女で使える和式の便器が一つあった。隠れるとしたら、その扉付きの和式の便器がある場所だけ。ところが扉は開いており、中にはもちろん何もなかった。おい、見たやろ？と、A 君が確認する。もちろん見えた。他に隠れそうな場所を探すが、あるわけがない。一気にまた恐怖が襲ってきた。これだよな、鏡って。不意に B 君が鏡を照らしながら言った。4秒目を閉じるやつだろ？と、A 君が周りを警戒しながら言った。誰かやろうぜ。と、B 君が言い出した。僕も A 君も例の影が怖くて、それどころじゃなかった。お前がやれよ。ここで見とくから。A 君が言った。お前ら絶対ここにいろよ。と、B 君が念を押す。行かねえ行かねえ。何かあったら助けるよ。と、A 君がエアガンを構えていた。顔はにやけていたと思う。そして B 君が目を閉じて、口に出しながら数を数え出した。一、二。後ろで見ていた僕に A 君が肩を押してきた。口には出さなかったが、明らかに B 君を置いて逃げようぜ、というような顔だった。僕は首を振っていたが、A 君の押しに負け、トイレから抜け出した。B 君がいるトイレを後に、一気に階段まで走る。逃げる足音に気づいた B 君が、おい、マジお前らやめろって、待てって。と、かなり焦った声で追いかけてきた。すでに階段で待っていた僕たちは、向こうから走ってくる B 君を懐中電灯で照らしながら待っていた。
その時、僕と A 君が何かに気がついて叫んだ。おい、逃げろ。早くしろ、早く。思い思いに叫び、B 君が来ると同時に階段を降りて、施設を抜け出した。それから走って近くの公園まで走った。三人でぜいぜい言いながらベンチに座った。マジお前らありえんて。B 君が息を切らしながら言った。悪い、マジすまん。と、A 君が素直に謝った。で、なんかあったの？何も知らない B 君が改めて聞いてきた。落ち着いてきた頃、A 君が話し始めた。お前がさ、トイレから走ってきたやろ？そん時さ、俺たち懐中電灯でお前照らしてたじゃん。B 君がうんとうなずく。さらに A 君がつなげる。そん時、お前のでかい影映ってたんだけど。なあ。と、急に A 君が僕に目を向けた。僕は何も言わずにうなずいた。お前の影の他にな。手がいっぱい映ってたんよ。は？と、B 君が驚いていた。そのいっぱい映った手の影。なんか、お前を引っ張ろうとしてるように見えた。は？嘘やろ？だって、誰もいなかったやろ？何かあったら、マジお前ら恨むからな。と B 君が睨んだ。そしてその日は、A 君から塩をそれぞれもらい、帰宅することになった。もちろん一人で帰るだけでも怖かった。部屋でも明かりを消すことができず、ずっと塩とエアガンを持って、ベッドの上に座っていた。翌日、日曜日は何事もなかったかのように家で過ごした。そして月曜日、いつも通り学校に行った。僕はいつも遅刻ギリギリで行くから、教室に入った時は先に来ている生徒たちでギャーギャー騒がしい。その日はいつもと違い、一つの塊のようなグループができていた。何事かとそのグループに入ると、お、来た来た！と、A 君が僕を招いた。今さ、土曜日のことを話してたっちゃけど、お前も見たやろ？ A 君が忘れようとしていたあの出来事を思い出させた。どうやら影の手のことを話していたらしい。僕も参加して話していたら、霊感の強い霊の奴が口を開いた。お前ら四秒数えた？それに A 君が答えた。いや、数えたのは B だよ。な。僕を見てきた。うんとうなずく。あの噂には続きがあるっちゃけどね。例のやつが続けた。あの噂とは先に述べた鏡の前で4秒間目を閉じて、目を開いた時鏡に女性が映ればいいことがあって、男性が映れば一生呪われるというやつだ。どうやらその噂には続きがあったらしい。例のやつがさらに続けた。
4秒数えて目を開けて、女性ならいいんだけど、男性だったらやばい。だけど、もっとやばいのがある。それは、4秒数え終わる前に、目を開けた時だ。僕と A 君はゾッとした。もしかしたら、あの時 B 君は、数え終わる前に、目を開けたかもしれない。B 君は珍しく、学校にはまだ来ていなかったので、定かではなかったが、4秒数える前に目を開けたらどうなるのか A 君が聞いた。それに答える。うん、4秒数える前に目を開けるとね、鏡の中に引っ張られる。あの鏡、割れてただろ？だから体もバラバラになって引き込まれるらしい。その時、教室のドアがガラッと開き、一斉に皆が見た。そこには、腕に包帯を巻いた B 君がいた。どうしたんだ？と、皆が駆け寄る。B 君が言った。わからん。土曜の夜家に帰ったら、切れちょった。大した傷じゃなかったけど。血が止まらんかったからさ。大げさやけど一応ね。と、苦笑いだった。例の奴がハッとして聞いてきた。お前らさ、塩かなんか持ちらんかった？俺が持ってたよ。B にも振りかけてやった。A が答えた。例の奴が謎が解けたように喋り出した。そういうことか。俺がさ、前話したやん。友達と友達の兄貴で行ったってやつ。あれ後から聞いたっちゃけどね。なんか友達の兄貴は途中で怖くなって、4秒数える前に目を開けたらしい。それでな、魔除けとして塩をかぶって立って。だから足を切られただけで済んだのかもな、って。あれから数年、忘れようとしても忘れられないこの体験は、今も脳裏に焼き付いている。こうして鮮明に話すこともできる。以上、一夏の経験でした。皆さん、影には注意しましょう。薄い人。電話関係の仕事をしています。数ヶ月前のある日、都内某所のワンルームマンション。そこはオートロック式のマンションで、3階建ての建物でした。築大体3年目くらいとのことでした。で、そのマンションのあるところに作業に行った時の話です。作業を行う時は必ず前日に確認の電話をうちの会社では入れます。私は連絡先に指定されていた携帯電話番号に連絡を入れました。だいたい8回くらいのコールの後、その A さんが出ました。はい。妙に沈んだ声です。お世話になっております。私、〇〇の B というものです。 A 様の携帯電話でございましょうか？はい。しばらく間を置いて、またえらく沈んだ声で返事が返ってきました。
作業の件で、A 様の作業ご希望日、明日午後となっておりますので、明日15時頃、作業のためにお伺いしたいのですが、ご都合の方はいかがでしょうか？はい。都合がいいのか悪いのか、はいという返事ではわかりませんが、とりあえずは了承したと受け取り、明日伺うこと、作業開始前に携帯に電話を入れることなどを再度伝えます。その事前確認の時から、変といえば変でした。何を言っても少し間を置いて、はいという返事しか来ないのです。でもまあ、変わった方はいますし、その時は、嫌な客、変な客系の人じゃないだろうな、という心配はしましたが、特に気にはしていませんでした。翌日、午前の作業を終えた後、九段の A さんのところに伺いました。賃貸マンションのため、ビル管理会社の人も同席します。近場のコインパーキングに車を止めて、マンションに向かう前、これから伺う旨を携帯で連絡します。はい。昨日連絡いたしました、〇〇の B ですが。はい。昨日もご連絡いたしましたが、作業の方これからお伺いいたします。あと5分ほどで到着いたしますので、よろしくお願いいたします。はい。という、妙に沈んだ声で返事が返ってきました。同僚には昨日このことを話して、絶対危ない系の客だ、この間の誰々みたいな、と決して客前ではできない今まで見た客ネタで話をします。やだな、〇〇って、この間のあの人でしょ？あの人部屋全体がやばかったですよね。そんなこんな話をしているうちにマンションに到着です。マンションの入り口にはビル管理会社の人 D さんが待っていました。お約束の名刺交換の後、ロックを開けてもらうべく連絡をします。一回目のコールでは反応がありません。二回目のコールで、しばらく間を置いて反応がありました。はい。先ほどご連絡いたしました、〇〇の B でございます。作業にお伺いいたしました。ロックの方解除していただけませんでしょうか？ガチャ。返事の代わりにロックが解除されました。エレベーターに乗ってお客様の階へ。3階建てマンションの3階でした。だいたい一つのフロアに6、7部屋があるマンションでした。エレベーターを降り通路に出ると、そのうちの一つのドアが開いていました。ひょっとしてドアを開けて待っていてくれるのだろうか。そのドアの開いている部屋が A さんの部屋でした。ごめんください、〇〇の B ですが。返事がありません。ワンルームマンションなので、扉が開いていると内部がほぼすべて見通せます。キッチンの先に部屋があって、そこの扉も開いています。廊下にあるバストイレらしい扉も開いていますが、部屋の中には誰もいません。エアコンがついていて、
パソコンかテレビか、あの独特の青白い光が見えます。カーテンは閉めてあり、奥の部屋は妙に薄暗いのが印象的でした。A さん。管理会社の D さんも声をかけますが、やはり返事がありません。ひょっとして、行き違えたのかもしれません。同僚の C に、ロビーまで見に行ってもらいました。が、ロビーにはいなかったとのこと。私と同僚の C、管理会社の D さん、共に顔を見合わせます。出かけているんですかね？いや、でもロック開きましたし。極度の人見知りで、どっかに隠れているとか？隠れるところなんてうちのマンションにはないですよ。まあ、戻ってくるかもしれません。しばらく待つことにします。妙な出来事といえば妙な出来事なんですけど、隣に行っているとか、緊急の用事で近所に行っているとか、そんな理由かもしれません。まあドアが開いていたのは妙ですけど、勝手にやってくれということかもしれませんし。10分ほど玄関前で待ちましたが、 A さんが戻ってくる気配がありません。勝手に始めるわけにはいかないんですか？ああ、はい。やはりお客様の室内ですし、何か問題があったとき困りますから。お客様かお客様指定の立ち会い者、またはお客様から書面の形の委任状のようなものがないと、勝手に作業をするわけには。まあ、常識的に考えればそうでしょうね。ひょっとすると、中で倒れているとか、中に手紙があるかもしれませんし、私、ちょっと上がってみます。そう言って D さんは、A さん、失礼いたします。と、心持ち大きな声で言った後、部屋に上がりました。が、やはり誰もいなかったし、手紙や類するものもありませんでした。なんだか気味が悪くなってきました。 A さんの携帯に連絡しましたけど、部屋に置いてあるのかコール音が虚しくなるだけです。何なんですかねこれ。さあ、どこ行ったんでしょう A さん。何が何だか訳がわかりません。オートロックを解除した時までは A さんはいたはずなんですが、開け放たれた扉と、つけっぱなしのエアコンと、起動したままのパソコンが、肝心の A さんがいません。まるでマリー・セレスト号事件のようです。警察呼んだ方がいいんじゃないのか？いや、でも事件じゃないし。少々というか、かなり奇妙な気分がしてはいましたが、いつまでも待っているのも変なので、建物自体への電話線の引き込み口と MDF というところを見るため、私と C は D さんを A さんの部屋の前に残して、外回りと MDF の確認に行きました。外を見るとき、それとなく3階のベランダを見ましたけど、ベランダの見える範囲には人影はありませんでした。外回りと MDF を見た後、再び A さんの部屋の前に。が、A さんが戻ってきてはいないとのこと。結局30分近く待ちましたが、A さんは現れませんでした。
不在連絡を書いて、それを靴箱の上に置き、D さんに携帯番号を教えて、何かあった時は連絡をしてもらうことにして、現場を去りました。妙な出来事に、車内でその謎解きになりました。変な人で、戸惑う我々の姿をビデオで撮っていたのではないか。が、その意見を言った C は、それらしいものを目につく範囲で探したが、カメラを隠せそうなものはなかったとのこと。D さんと話した時の話では、近所付き合いをするようなマンションではないとのことです。結局、事務所に戻り、処理をして、その作業の受付をした部門に、お客様不在の旨を連絡しました。上司には一応相談しましたけど、この業界長い上司も、そんな妙な出来事は初めてだとのことでした。その後、D さんから18時頃連絡がありました。D さんはあの後、2時間ほども待っていたんですけど、結局 A さんは現れなかったとのこと。勝手に扉を閉めるわけにもいかないので、そのまま一筆書いて、現場を去ったとのこと。妙な気分を通り越して、何やら背筋が寒くなりました。翌日、翌々日と、その A さんに、再作業の意思があるか、確認のためにも連絡を入れましたが、応答がありません。その作業案件を受け付けた部門に問い合わせをしたところ、そこも A さんとは連絡がつかない状態とのこと。作業案件は、未だにお客様待ちという付箋がついた状態で、事務所の棚に置いてあります。すでに2ヶ月ほど経っていますが、A さんからの連絡はありません。もちろん、受付部門にも。書き込みをする前に、試しに A さんの携帯にかけてみましたが、コール音だけで、連絡がつきませんでした。S デパート。これは警備員のバイトをしていた時、職場の先輩から聞いた話です。現場、都内の S デパートは縦に長い建物です。当然、一人で受け持つ巡回経路は複雑で長いものなんです。新人である私が覚えきれているはずもなく、最初のうちは先輩と共に異常確認を行います。エレベーターボックスの位置や紐と確認場所、シャッターボックスの位置など、その際に念入りに引き継がれ、後に一人で回るようになります。そのフロアは、婦人服売り場がメインの場所でした。先輩と二人で回っていると、ちょうど建物の中ほどの非常階段付近の防火シャッターの前で、おもむろに上を指さしてこう言いました。この警報、死んでるから。そう聞いても、その時の私には、故障かな?くらいにしか気に留めなかったのです。警報にはいくつかの種類がありますが、火災報知器と赤外線の2種類がそのデパートでは主流でした。赤外線は天井に張り付いた白濁の半球状のもので、注意してみれば今でもどこのデパートでも見られると思います。でもドアの警備は生きているんでしょ?と、私が尋ねると、
当たり前だ、と先輩は答えました。非常階段付近には大抵お手洗いがあります。警備巡回時には不審者が一番潜んでいやすい場所ですので、もちろん中を調べます。婦人服売り場だけあって女子トイレしかなく、個室内に人影がないかどうかを確認します。私たちは用具入れを含めて一通り確認を行って、その場所を後にしました。私はその時から先輩の顔色が悪いことに気がつきませんでした。待機室に戻ったのは深夜3時を少し回った頃でした。引き継ぎ巡回のため遅くなってしまい、他のみんなは仮眠室に行っているようで、私たち二人しか残っていませんでした。先輩は椅子に腰掛けるなり、私にポツポツと話し始めました。あのさ、さっきの警報、なんで殺していると思う？故障しているわけじゃないんだよ。私は、何を言いたいんだ、この人は、と思いつつ、おとなしく、さあ、とだけ答えて、先輩の話を促しました。ほんと言うとさ、俺、あそこの女子便所、あんなに丁寧に見回ったのって初めてなんだよ。あそこの便所さ、用具入れの、ほら、モップを洗う、深くてでっかい洗面器あるだろ？あそこに昔、子供が捨てられていたんだ。なんでも、ある若い女性が、気分が少し悪くなったので、トイレに駆け込んで、用を足したそうです。そうすると、便器には、かろうじて人の形をした赤ん坊があったそうです。その女性は、自分が妊娠していたことなど、全く気がついておらず、最近遅れてるな、シンナーのせいかな、楽でいいや、くらいにしか思っていなかったそうで、それを見たときはどうしていいかわからなかったそうです。その赤ん坊、と言っていいかどうかわからないほどの未熟児は、すでに赤黒く変死していました。そのために流産したのでしょう。女性は流れ出た胎盤と一緒に流してしまおうかとも考えたそうですが、見つかったら誰かが埋葬してくれるのではという期待から、用具室の洗面器にそれをすくい移し、逃げるようにSデパートを後にしたそうです。すぐにそれは発見されました。第一発見者は清掃業者の女性でした。当然警察が来ましたが、未熟児の状態では誰の子供かなんてわかるはずもありません。簡単な現場検証をした後、早々に引き上げていったそうです。発見された日の夕暮れ、警察に、本人もまだ子供な年齢の母親が出頭してきました。気になって戻ってみると騒ぎになっており、どうしたらいいのかわからなくなって名乗り出たそうです。女性の年齢が年齢だけに、確認が終わると、あとは内々で処理をされ、Sデパートの関係者にも、観光令が敷かれたそうです。それからだそうです。そのフロアで不思議なことが起こったのは、事件の夜、夜景に先輩の友人が当たったそうです。その時点では皆も
気味が悪いな、くらいにしか思っていなかったそうです。それって、普通の感性なのかと思われるかもしれませんが、寒い夜の夜など、駅の地下通路を追い出された不老者が、朝、外部シャッターを開けると横たわって、凍死していた、ということが、年に何度かはあります。変な具合に、慣れているのでしょう。先輩の友人も、万有なのか、慣れなのか、そのまま巡回に出発したそうです。婦人服売り場は、普通に巡回していれば、一時過ぎに通りかかります。先輩の友人は、女子トイレの前に来て、さすがに緊張して、通路からあたりを照らしてみたそうです。店舗内には異常は見られません。が、その人は何か変な気がしたので、もう一度懐中電灯を向けてみました。そこにはマネキンが置かれているだけです。異常なし。その人は、あえて声を出して確認したそうです。すると、マネキンの瞳が、目頭から目尻に向かって、ぐるりと動いたそうです。その人を見据えるように、一斉に他のマネキンも、ぐるりと視線を向けたそうです。背後にあるマネキンの視線までも、背中越しに突き刺すように感じて、その人は体中が硬直して、全くその場所から動けなくなったそうです。ナムアミダ仏、ナムアミダ仏。心の中でひたすら念仏を唱えたそうです。すると、どのくらいか時間が経ったのか、不意に体が動くようになり、それまでの硬直のせいか、どっと倒れるように膝が崩れたそうです。先輩の友人を突き刺していた視線も感じなくなりました。しかし、体中から油汗が染み出して、鳥肌と遅れてきた震えのせいで満足に立ち上がることがなかなかできなかったそうです。膝をついて通路の床をしばらくじっと見ていると、不意に腰につけた無線の呼び出しがかかりました。場所、〇〇〇、八方。管理室からでした。感知器が反応しているということです。条件反射で無線を手に取り、発砲了解と上ずって答えたそうです。そのおかげかどうか、その人はそのやりとりで気持ちを落ち着けることができ、なんとか立ち上がることができました。場所は先輩の友人のいる場所のそば。そう、女子トイレ前の感知器です。もうマネキンの視線を感じることはありませんでしたが、目を向けることができなかったそうです。2メートルほど先にある警報器の解除ボックスのところまで行き、本来なら異常を確認しないといけないのですが、そのまま解除、再設定としたそうです。発砲、〇〇〇、異常なし。管理室に連絡を入れて、その人はそのまま足早に立ち去ろうとしました。しかし、一瞬視界の中に入った店舗の異変を遮ることができず、あたりにあるマネキンの首だけがぐぐぐぐっと
女子便所の方に回り出したのが、視界に入ってしまったそうです。しかも、首の動きとは逆に、瞳だけは、その人の方を、睨むように動いています。場所、〇〇〇、再発砲。腰の無線が怒鳴っていますが、動くことができなかったそうです。そんな状態が数十分続いたので、管理室では先輩と何人かが駆り出され、様子を見てくることになったそうです。駆けつけてみると、その人は固まったまま立ち尽くしていて、暗闇でもわかるほど汗をかき、紺色の制服はじっとりと濡れていました。先輩はとりあえず警報器を再設定して、友人に手を貸して待機所に戻ったそうです。先輩はしばらくして落ち着いた友人から話を聞いたそうです。その当時、婦人服売り場のマネキンは、瞳の部分をガラスがはめ込まれた、ちょっといいタイプのものを使っていました。普通はブラシで描かれているんですが、リース料金も大して変わらず、豪華に見えるとのことで、店内のすべてのマネキンをガラス目のタイプにしていました。そのガラスの瞳は、ライトを当てると、視線を向けたかのように見えるので、その見間違いだろう、と友人を慰めたそうです。警報器の発砲は、セットをしても10分ほどでまた再発砲するので、故障だろう、ということになり、後日取り替えるまで解除したままで、その日は終わったようです。先輩の友人は何日間か休みを取り、気持ちを落ち着かせて、再度あの婦人服売り場の夜景に挑んだそうです。きっとそうしないことには、自分の中で決着がつかなかったのでしょう。休みの間、他の人が巡回しても、特に怪現象はなかったそうです。警報器は、それまでに何度も新品に取り替えたのですが、夜中になると、むやみに発砲を繰り返すため、原因不明のまま、デコイ、つまり、殺したままになっていました。先輩の友人が、婦人服売り場のフロアを巡回したのは、前と同じ一時過ぎでした。気持ちを落ち着かせて、異常確認をしたそうです。今度はマネキンたちは動いていません。その人は、やっぱり気のせいだったのかな、と思い、女子トイレの中に入っていきました。そこも特に異常はなかったそうで、外に向かおうとしたとき、それが目の隅に映ったそうです。女子トイレには壁一面に化粧鏡があり、そのうちの一枚が用具入れの扉を映していました。その扉が徐々に透けていくように見えたそうです。先輩の友人は横に向いた顔を鏡に向けることができず、片方の目で鏡を凝視していたそうです。すっかり扉の透けた用具入れは、白くて大きい洗面器を鏡の前にさらしていました。その中には、溶けたような腕を、洗面器の縁にかけ、頭とおぼしきものが、ゆっくりと立ち上がろうとしているのが見えたそうです。
その人は、すさまじい勢いで、先輩たちのいる待機所に駆け込んできました。その後の夜景をすっ飛ばして帰ってきたそうです。さすがに先輩たちも気味が悪くなり、そこにいる全員でその人の残りの巡回経路を埋めたそうです。先輩の友人は翌日仕事を辞めました。そのせいかどうか、マネキンの瞳はガラスから再びブラシか、もしくはマネキンそのものを配置しなくなりました。それまで鍵のなかった用具入れには鍵がつき、警報器は殺したままになりました。私は黙って先輩の話を聞き終わり、それでもう何も起きないんでしょ？と声をかけると、その時初めて先輩の顔色が真っ青なことに気がつきました。いや、わからない。言っただろ？それ以来、俺を含めて、誰も夜景であの女子トイレをまともに巡回する奴なんていないからな。でも、今日は何もありませんでしたよ。私がそう言うと、先輩は黙って。そうか。そうみたいだな。お前には。と言って、口をつぐんでしまいました。私にはその後も、その場所では、怪異と呼べるものはありませんでした。後日、先輩から聞いた話。私と巡回をしたその日、先輩は女子便所の鏡を見てしまったそうです。そこには無数の子供の手の跡があり、それがどんどん鏡に映った先輩の方に移動してきたそうです。都会の地下に潜むもの。皆さん、暗渠って知っていますか？地下にある川のことで、普段は大きな地下通路として都市の下にあります。雨水管や地下鉄とつながっていて、大雨の時には放水路になります。私たちが学生の頃、そこを探検するのが流行っていました。東京のとある大河川の暗渠によく潜っていましたね。入るのは簡単で、川沿いに開いた入り口から上流に歩いていくんです。数人で懐中電灯を持って出かけます。見つかると怒られるから、大抵は夜中にこっそりと行くんです。鳩の寝床になっているらしく、入り口に大量の鳩がいたこともありました。遠くから地下鉄の音が聞こえる場所もありました。穴が下向きに蛇行して、地下水路の入り口になっている場所もありました。何度か行った感想ですが、非日常空間が日常の下に広がっているわけです。楽しい暗渠探検でしたが、ある時を境にきっぱりとやめました。それがこれから話す事件です。その日に探検した暗渠は比較的大きな規模でした。四角形の入り口は高さ5メートル、横幅10メートルほど。入り口を少し進むと、高さ3メートルくらいの丸穴がどこまでも続いていました。
5分ほど進めば、入り口の明かりは全く見えません。穴の中には明かりもほとんどありません。懐中電灯を消せば、周囲は何もない闇です。この暗渠、基本は一本道なんですけど、途中にはいくつかの横穴がありました。人が入れないくらいの小さな薄い缶はいくつも開いていました。人が入れるくらいの横穴でマンホールに通じているものもあります。調節池と思われる深さ10メートルくらいの井戸のようなものもそこにはありました。ここには蛍光灯や点検口があり、たまに人が出入りしているのだろうと想像ができます。一本道を寄り道しながら歩いて、三、四十分くらいでしょうか。穴の一番奥にたどり着きました。学校の教室くらいの空間があって、天井は5メートル近くありました。出口らしきものを見つけて、はしごを登ってみました。しかし、そこから出ることはできませんでした。硬い金網の蓋ががっちりと固定されていて、外すことができないのです。外の風景を見ることはできました。どうやら、内陸にある公園を流れる小川の淵みたいです。距離にして数キロメートルは歩いたことがその時判明しました。仕方なく元来た道を歩いて戻ることにしました。来た道を数分戻るとまた前後は真っ暗闇になりました。テクテク歩いている最中、突然一人が立ち止まってこう言いました。おい、なんか変な音がしないか。全員歩みを止めて、声を出さず、耳を澄まして音を探しました。うなり声みたいな、モーター音みたいな、なんとも言えない音がかすかに聞こえます。また地下鉄じゃないのか？前にもあったろ。いや、地下鉄の音ってもっと連続的だろ？車の音かな？でも行きは無音だったよね。なんだろう、これ。音は不規則ながらも続けて聞こえます。そしてなんだかこちらに近づいているようにも。パチャ、パチャ、パチャ。遠くから水音が聞こえます。トンネルの真ん中には数センチほどの水深で水が流れており、それを踏みつけた時の音に似ています。どこかで水が漏れているのか？それにしちゃ、音が不規則だよ。やばいよ。誰か来たんじゃねえか？水道局か何かの職員が、マンホールから見回りに来たのかと思いました。全員ライトを消して、息を潜め、音の様子を伺いました。パチャ、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 パチャ。足音らしき音は、さっきよりも近づいているようです。なあ、見回りに来たならおかしくねえか？一人がそう言いました。
この穴、ほぼまっすぐなんだから、懐中電灯の明かりが見えるだろう。こんな暗闇の中、懐中電灯もなしに見回り？しかも今深夜だぞ。確かに、その通りです。暗視ゴーグル？レンジャー部隊とか工作員じゃねえだろうな。サバゲーでもやってるとか。まさか、そういうのならもっと音立てないで、ひっそりしてるだろ。ブー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 。さっきより音は大きく聞こえました。どうやら次第に大きくなっているようです。バチャ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 。水音もさっきより大きくなっています。私は確信しました。この音はこちらに近づいている。しかも人間だとすれば一人や二人じゃない。これは何か変だ。皆も同じことを考えたのでしょう。誰からというわけでなく、皆でライトをつけて入り口の方に走り出しました。バチャッ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 。あちらの音はそう遠くない位置から聞こえます。が、音の方を照らしても何も見えません。私たちが走っている最中も後ろから聞こえ続けました。バチャ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 、ブーやブー。時々立ち止まって耳を傾けると、その音はペースを速めてこちらに近づいてきているようでした。私たちは全力で走りました。ヘトヘトになってもう走れないと思った時、入り口の明かりが見えました。外へ出るため、脇目も振らずに、猛ダッシュしました。そうした甲斐あってか、なんとか外に出ることができました。外に出た時は、全員が息切れしており、膝に手を当てたり、天を仰いだりしていました。穴を出た私たちは、体力が戻ったら、再び走って逃げました。穴から遠くに逃げたかったんでしょう。私もそうでした。振り返って穴を覗く者は一人もいませんでした。河川敷にある売店、そこの自販機のところまで逃げたところで、全員休みました。もう穴の中で響いていた音は聞こえてきません。みんなでジュースや缶コーヒーを買い、あれは何だったのかの議論をしました。幽霊なのか、謎の生物なのか、スパイなのか、真相はわかりませんでしたが、一致した意見はありました。あの音には近づいてはいけなかった。逃げたのは正解だった。あの音に囲まれていたらやばかった。音に取り込まれていたら、帰れなかったかもしれない。とにかく、やばい何かがいた。このあたりは、全員が同じ意見でした。あの暗闇の中、照明も持たずに穴に入ってくる時点で、尋常ではありません。しかも、私たちを追いかけてきていた。どうやら集団でいたらしい。マンホールから入ってきた気配もない。トンネルは一本道だったのに、すれ違うこともなく、私たちの後ろにいた。常識では考えられない何かであったことは間違いありません。
そして、私たちに向かってきたのも事実です。この一件以来、暗渠探検をしようと言い出す者は皆無でした。あれ以来、私は暗渠には行っていません。それどころか、地下街や地下鉄さえも怖くなりました。地下街では明るい場所から離れないようにしています。地下鉄では、なるべく窓の外を見ないようにしています。すっかり都会の地下が怖くなってしまいました。皆さんも都会の地下には気をつけてください。得体の知れない何かに出会うかもしれません。彼らに会ったとき、何が起こるかわかりませんが、少なくとも近づかない方がいいでしょう。ドルイド信仰。ドルイドとは、ケルト人社会における祭司のこと。多くの木の賢者の意味がある。ドルイドの宗教上の特徴の一つは、森や森の木との関係である。ドルイドは、宿り木の巻きついた多くの木の下で儀式を執り行っていた。柳の枝や干し草で作った網細工の人形を作り、その中に生きたままの人間を閉じ込め火をつけ、その命を神に捧げるという、瞳悟空の祭儀も行っていた。刑罰の一種として、森林を違法に伐採した場合は、樹木に負わせた傷と、同じ傷を犯人に負わせて木に縛り付け、樹木が許してくれるまで貼り付けにするというものもあった。自分の叔父は仕事柄船で海外に行くことが多かった。詳しいことは言えないが、いわゆる技術士だ。一年の六七割は海外、特に北欧で仕事をしているような人で、日本に帰っている時はよく遊んでもらったものだ。今は既婚で引退して悠々自適な生活を送っており、知識も豊富でバイタリティあふれる怪談師だ。そのおじぎ、こんな恐ろしい話を聞いた。当時おじは30代で、彼女とマンションに同棲しており、幸せに暮らしていた。ひょんなことからお隣さんと仲良くなったらしい。お隣さんは年配の夫婦で、病気の子供が一人。旦那さんも仕事柄、海外に飛ぶことが多いとのことだった。話題にも共通点があるということで、叔父とは意気投合し、その奥さんも温厚で、夕食を呼んだり、呼ばれたりする仲にまでなったそうだ。ある年の真冬、そのご夫婦と賑やかな食卓を共にしていると、ご夫婦の別荘の話題になった。何でも関東近郊の閑静な山奥に別荘を一つ所有しているらしい。近くには小川もあって魚も釣れ、年に一度は家族で病気の息子の療養がてら遊びに行くらしい。どうやら今年は仕事の関係で行けなくなったらしく、おじたちによかったら使ってくれていいよということだった。アウトドア好きなおじは
喜んで使わせてもらうことにした。そんな叔父と趣味もあった彼女も賛同したらしい。そして翌年の年明け、叔父は彼女と共にその別荘へと向かった。あまり舗装されていない山道を40分ほど登った場所にその別荘があった。別荘を目にした途端、彼女のため息が聞こえたそうだ。感動ではない方だ。ほんと、掘ったて小屋みたいな感じだよ。こっちは、こじゃれたロッジ的なものを想像していたんだけどな。あの夫婦の説明を聞く限り、誰でもそう思うと思うんだ。おじは苦笑しながらそう言った。とにかく、その別荘は、お粗末なものだったらしい。木造平屋で、狭い玄関。猫の額ほどのキッチン。古びた押し入れに入った布団。暖炉がある広間だけが、やや広いことは救いだったらしい。来てしまったものは仕方がないので、なるべく自分たちが楽しむことにしたという。昼は川魚を釣ったり、近辺の林を散策して野草を取ったり。それらの食材は、夕飯には天ぷらとして食卓に並び、それはそれで楽しい夕飯だったそうだ。野草を取っている時に、かろうじて遠くに別荘が見えるくらいの距離の、少しだけ森の深くに行ったんだけど、その時にちょっと気になるものがあってな。奈良の木があったんだよ。クヌギなんだけどな。この森にクヌギの木ってちょっと浮いていてな。周りは違う種類ばかりだし、明らかにそこだけ近年植林したんじゃないかな。上に宿り木も巻きついていたよ。クヌギは10年も経てば大きくなるからな。で、気味が悪いのが、そのクヌギに何か文字が彫ってあってな。拝む文字って言ってな。古代のドルイドたちが祭祀に使っていた文字なんだよ。横線を基準と見て、その上下に刻んだ縦や斜めの直線、一本から五本ほどで構成されていたな。ぱっと見文字には見えないんだが、まあ、なんて書いてあるかまではわからないけど、不気味ではあるよな。日本だぜ、ここは。おじのように、オカルト方面に知識がある人から見たら、確かに不気味なのだろう。そんなこんなで、その日の就寝の時、事件は起こった。おじが窓や玄関の戸締まりを確認しようとしていた、その時。なんで最初に気がつかなかったんだろうな。鍵がな、外側にもついているんだよ。つまり、窓の内鍵とは別に、窓の外側にも鍵がついているんだ。玄関の入り口の戸にも。これはやばいと思ったな。部屋の中に家具が異常に少ないのも実は気になっていたんだよ。生活に必要最小限のものだけ。それもすべて木造で燃えやすくて。パッと思い浮かんだのがウィッカーマンだな。映画にもなり、近年リメイクもされたので、ご存知の人も多いと思うが、上記でも書いたように、柳の枝や干し草で作った網細工の人形を作り、その中に生きたまま人間を閉じ込めて火をつけて焼き殺し、神に捧げる。そういうおぞましい秘儀が、
古代ドルイドの祭儀ではあるのだ。それを映画ではウィッカーマン、網細工でできた人型の構造物というらしい。彼女を不安がらせないように、そのことや鍵のことも秘密にして、俺だけ起きていることにしたよ。全部の内鍵を開けてな。そしたら夜中だよ。砂利を踏む音と人の気配が別荘の外でした。すかさず窓を開ける。例のお隣の夫婦の旦那だった。何をなさっているんですか？おじに急に見つかり、厳しい声を投げかけられた旦那は、驚愕の表情でしどろもどろだったという。いや、その、大丈夫かなって。大丈夫じゃないですよ。その缶は何ですか？灯油の缶じゃないんですか？いや、ストーブの灯油を切らしちゃいかんと思ってね。暖炉がありますよね。いや、まあ。おじは、外鍵のことを厳しく追求した。旦那が弁解するには、この別荘も人から譲り受けたもので、外鍵はその当時からついていたらしい。信じるわけないわな。そんな気味の悪い家で、誰が泊まりたがる。おじは全く旦那の言うことは信用しなかった。外の騒ぎで寝ていた彼女も起き出し、不安そうな顔を覗かせていた。〇〇さん、あんたドルイドのなんかやってるんじゃないでしょうね。は、な、なんですかそれは。とぼけたっていいんですよ。裏の森のクヌギ、良い薪になりそうだな。何を言うんですか？あんた、俺たちをウィッカーマンにして、捧げようとしたんじゃないのか？本当のことを言わないのなら、クヌギを切り倒す、と脅したおじに対し、旦那はすべてを話し始めた。前にも述べた通り、この夫婦には、重い病気の息子がいる。治療法は病の進行を遅らせる。強い副作用のある方法しかない。あらゆる方法を試したのだが、病は一向に癒える気配はなかった。そんな、藁にもすがる思いも極まった時のこと。15年前、仕事先で訪れたウェールズの村で、ドルイドの呪術師に出会ったという。そのドルイドの呪力がこもった多くの木の苗を、大枚はたいて旦那は買い、日本に持ち帰った。そのドルイドから授けられた秘術は、毎月6日に白い衣装を身につけ、多くの木に登り、ドルイドから譲り受けた鎌で、多くに寄生している宿り木の枝を切り取り、生贄を多くの木に捧げる、というものらしい。その祭儀の見返りは、言うまでもなく、息子の病を治すことだ。確かにその日は、1月6日だったな。ちょっと待ってよ、生贄って？俺は恐る恐るおじに聞いた。最初は小動物とかだったらしいよ。ハムスターとか野良猫とか、クヌギの木の根元に埋めて、心なしか大きな動物になればなるほど息子の病が良くなっているような気がした
らしい。まあ、そのドルイドに一杯食わされたんだろうけどな。でも、病気の子供を持つ悲しい親の愛とはいえども、あんまりじゃないか。俺たちを焼き殺そうとするなんて。おじは笑いながらそう言った。それからコンコンとその旦那を解き伏せたらしい。人を呪わば穴二つ。そんなことをしても何もいいことはない。オカルト方面に詳しいおじだけに、様々な知識も動員して旦那を解き伏せた。50にもなろうかというおっさんが声を上げて泣いてたな。まあ俺たちも殺されそうになったとはいえ、その旦那の気持ちもわからんでもないからな。同情心もあって、彼女も少しもらい泣きしてたかな。旦那もクヌギも別荘も処分することを約束してくれてな。明日にでも、特にクヌギの処分は俺たち同伴で。じゃあこの件は警察沙汰にもならずに一件落着したの？いや、ところがな、あのオークは本物だったんだな。なんとか旦那を解き伏せて、温かいコーヒーを飲みながら、三人が落ち着いてきたその時、旦那の携帯が鳴った。奥さんの声が嫌が応でも聞こえてきたという。ヒステリックな金切り声だ。明らかに。殺したの？捧げたの？やったの？と、傍らのおじにも聞こえてきたという。あんなに温厚に見えた奥さんの方が、実はこの件では主導権を握っていたのだ。そう思うとゾッとしたという。奥さんは東京のマンションから電話をしているらしい。旦那はある程度は言い返していたが、奥さんのすごい剣幕に終始押され気味だったという。たまりかねて、おじが電話を代わって、ものすごい口論となった。それは、一時は殺されそうになり、また、片方が、それでも殺意をむき出しにしているのだから、激しい感情のぶつかり合いになるのは、至極当然だろう。おじの彼女も、先ほどの涙とは打って変わり、おじに負けじと、口論に加わったという。こりゃ将来尻に敷かれるなって思ったね、その時は。おじは苦笑しながらそう言った。確かに今は尻に敷かれているようだ。やがておじがたまりかねて、警察、裁判沙汰をちらつかせるようになると、やっと奥さんもおとなしくなり、しぶしぶ旦那の話も聞くようになってきたという。一応いざこざの一段落はついた。さすがにその日は深夜になっていたので、その別荘で休むことになった。一応さ、話はついたんだけど、まさか眠るわけにはいかないよな。あんなことをされそうになって。暖炉の広間で、おじと彼女が身を寄せ合って座り、離れた場所に旦那が申し訳なさそうに座っていた。明日、旦那の知り合いの業者に手伝ってもらい、クヌギの木は切り倒すことを約束してもらったからさ、それを見届けるまではな。三人とも、その日は寝ずに朝を迎える予定だった。夜もさらに深まった午前
3時頃だったという。ザッ、ザッ、ザッ。と、森の奥から何かが近づいてくる音が聞こえた。野生の動物か、野犬か。こっくりこっくりと船を漕いでいたおじも、その音に目が覚めた。明らかに人間に近い足音と気づいた途端、ゾッとしたね。最初は奥さんが来たと思ったらしいが、あの電話を終えてからこんなに短時間でここまで来れるわけがない。いや、あの電話、実は近くからかけていたとしたら、もしくは他に仲間がいたとしたら、おじは寒さなどお構いなしに、すべての窓や扉を開け、アウトドア用のナイフを手に、臨戦態勢で息を殺していた。ザッ、ザッ、ザッ、という音は一向に止むことはなく、明らかにこの小屋に向かっている。それから10分後くらいかな。もうな、普通にこの小屋を訪ねてくるように、玄関の戸に立ったんだよ、足音の主が。旦那が妻の名前を呼んだが、すぐ驚愕から、恐怖の悲鳴に変わった。奥さんのようで、奥さんじゃないんだよ。顔は、ほとんど同じなんだな。だが、性器がないというか。で、この真冬に、すっぱだかだぜ。でな。最初は旦那は、その、妻のようなものの、裸に驚いて、声を上げたと思ったんだよ。違うんだよな。肌の疾患も、色も、木そのものなんだよ。で、もっと怖かったのは、左右の手足が逆についているんだよ。わかるか？それが玄関に上がってこようとしてな。右足と左足が逆なものだから、動きがおかしいんだよ。上がり口に何度も突っかえたりして、それが何より恐ろしくてな。確かに想像するだけでも嫌な造形だ。彼女は絶叫してたな。旦那さんも、明らかに妻じゃないって確信したと思う。でもな、一応人間の形はしてるんだからさ。させないぜ、なかなかそんなものを。やっぱ人間の心ってリミッターがあるからさ。もし人間だったらどうしよう、とか思うよ。そのおじの考えはわかるような気がする。でな、その奥さんみたいなもんが、とうとう小屋の中入ってきてなんか言うんだよ。それも何が言ってるのかわからなくてな。カブトムシの羽音みたいな音を喉から出して、で、左右逆の足でヨタヨタしながら俺の方に向かってくるわけだ。しかし俺も真面目なもんだよな。それでも最後に一応、〇〇さんですかって聞いたよ。さっきのリミッターの話な。それでもそいつは虫の羽音のような耳障りな音を喉から発して、これまた左右逆の両腕を伸ばして、俺の首を締めてきたもんだから、思いっきりそいつの腹を前蹴りで蹴ったよ。すると腹がボロボロ崩れて、樹液みたいな液を撒き散らして、腹に空洞ができてやんの。それで決心ができたんだよな。ああ、
これは人間じゃないからってな。と、豪快に笑いながら、おじは言った。こういう時の度胸を決めたおじは、本当に頼もしく見える。不気味な声を発しながら、そいつは起き上がってきたらしい。おじはナイフを、そいつの脳天に一発。もう一度蹴り倒したら、空洞の腹を貫通して、胴体がちぎれたらしい。彼女と旦那の絶叫が、一段と激しくなったという。で、腹の中からさ、異臭のする泥やら、ムカデやら、いろんな虫がわらわら出てきてさ、もう部屋中パニックだったな。床に倒れた、そいつの人型も、だんだんとボロボロ崩壊してって、床には泥と虫だけが残ったね。気持ち悪くて、ほとんど暖炉に放り込んだな。突き立てたナイフが、いつの間にか消えていたのが気になったけどな。その凄惨な格闘が終わり、すべての残骸を暖炉に投げ込んだ後、すぐさま旦那に妻へと電話をさせたらしい。妻はすぐに出た。妻が死んでいたとか、やっぱりそういうの心配するだろ？形が形だからさ。元気だったけどな。まあ、キョトンとしてたな。さすがに今起きたことは言わなかったけど、後で旦那がどう話したかは知らないけどな。でも、さすが、すべて終わった後に恐怖が襲ってきたね。手足とか震えてきてな。彼女はずっと泣いてたな。で、一番怖かったのは、彼女がしばらくして変なこと言い始めたんだよ。なんであれに〇〇さんですかって問いかけたんだって。変なこと聞くなと思ったな。だって顔はどう見てもあの奥さんだったんだから。で、どういうことだったのかな？俺がそう聞くと、おじは、気味が悪そうにこう言った。よく自分の形をしたものの頭に、ナイフなんて突き立てられたねって、彼女はこう言ったんだよ。つまり彼女には、あの化け物が、俺の姿に見えていたんだな。おじが想像するところは、次のようなことらしい。古代ドルイドの秘技で、多くの木に邪悪な生命が宿った。それに、あの妻の怨念も乗り移り、生贄が止まったことに見かねて、自ら実体化をして現れたと。そして、見る対象者によっては、あの化け物が様々な姿形に見えるのではないかと。翌日、日が真上に昇るまで待って、あの木を見に行ったよ。木の表面が2センチほど陥没してて、1メーター60センチくらいの人型になってたな。そして、頭部らしき箇所に、俺のナイフが突き立ってた。やがて、夕方になり、旦那の知り合いの業者がやってきて、クヌギの木を切り始めたという。最初にチェーンソーが入るときと、木が倒れるとき、俺完全に聞こえたんだよ。女の絶叫がね。俺と彼女と、旦那だけ聞こえた様子だったな。で、切り株と根っこまで根こそぎトラックに積んでいたんだけど、小動物の骨が出るわ出るわ。業者も帰りたがっていたな。
さっきの人型といい、そりゃ気味悪いよな。まあ、人骨が出なかっただけマシか。後日、隣の夫婦が、それなりの品物を持って謝罪に現れたという。受け取ってすぐ捨てたけどな。やっぱりいろいろ勘ぐってしまうよな。そしてすぐ夫婦は引っ越し、おじたちもその後すぐマンションを引き払ったらしい。しばらくして、おじは彼女と一時別れてしまったそうだ。そんなこともあったね。紅茶を飲みながら、おばが懐かしそうに言った。そうだな。ああ、そういえば。おじが庭の木を見つめてつぶやいた。うちにも多く、奈良の柏の木があったな。縁起物だから新築の時植えたんだがな。まあ、あれだな。物は使いようというか、人間の心次第ということかな。それがプラスかマイナスかで、ありようが変わってくるからな。そして、おじの話は終わった。今度来るときは、柏の葉でくるんだ、柏餅をご馳走してもらうことを約束して、その日は、おじ夫婦の家を後にした。奇妙な呪い。小学生の頃、放課後、友人 T と校庭での遊びを終えて教室に戻ると、オカルト好きな B 子と数人の女子がコックリさんをやっていた。当時、学校の怪談という本がバカ売れしていて、ちょっとしたブームだった。中でも B 子は自称霊感少女であるらしくて、コックリさんをやるときは私がいれば大丈夫、何か取り付いても私がお祓いしてあげると言ってみんなから慕われていた。 T はアホくさと軽蔑したような顔で女子を睨み、コックリさんなんているわけねえじゃん、喧嘩を売り始めた。すると B 子は、そういうこと言わない方がいいよ、呪われちゃうよ、と応戦。は？バカじゃねえ？俺んち寺やってるから周りは墓地だけど人玉の一つも見たことねえよ、と T が吠えます。すると女子の中の一人、C ちゃんが、でもこれ、勝手に動くんだよ。嘘じゃないって。と、怖がりながら、こっくりさん体験を話す。そうよそうよと、女子たちが調子に乗り出して。だったら K 君、僕のことです。だったら K 君と T も、一緒にやろうよ。そう言い出した。T は、上等だよ、と、やる気満々。僕は怖がりだったから遠慮すると。じゃあ、K は先に帰ってろよ、と T。もちろん帰ってもよかったんだけど、僕は C ちゃんのことが好きだったから、黙って見ていることにしました。いざ、コックリさんが始まりましたが、僕は、シーちゃんのことばかり気にしていて、あまり経過は見ていませんでした。覚えていることといえば、十円玉が動いた際、T が、
誰だよ、動かしてるの。わかってるんだぜ。という声が、しきりに聞こえていました。時間も経ち、例の、こっくりさん、お帰りください、の下りへ来ました。すると、怖い話でよく見かける、ノーを繰り返し、帰ってくれない、という事態になりました。見守っている女子が動揺し始めると、B 子は、大丈夫、私の霊感で何とかするわ、と、インチキ臭いことを言い出す。T は、その状況を馬鹿にしたような笑みで見つめて、はいはい、終わり終わり、と、こっくりさんの髪をぐしゃぐしゃに丸めて投げたのです。ちょっとあんた、何やってるのよ、と怒る B 子。これで俺呪われたんだろ？へ、どうせ何も起きないけどな。と、フラグを立てる T。どうしていいのかわからず、混乱する女子たち。ちょっと涙ぐんでいる C ちゃん。そんな C ちゃんに、大丈夫だよ、と言ってあげたい僕。そんなこんなで、混乱しつつもお開きになり、帰宅することになった。その日の夜、T の家に泥棒が入った。学校では、呪いのせいじゃないか、と噂されていたけど、なんで呪いが盗みするんだよ、アホか、と T は余裕だった。なんでも、大した被害はなかったらしい。僕も、さすがにこれは偶然だろうと思っていた。数日後、T が車にはねられた。T の自転車はタイヤに潰されたが、T にはかすり傷すらなかった。これは呪いのせいだろ、と僕も思ったけど、T は、いや、完全に俺の不注意。曲がり角をかっ飛ばしてったからな。そう笑っていた。何でもその曲がり角では、前々から何度もぶつかりそうになっていたらしい。あれだな。ああいう時って、スローモーションに感じるって本当だな。呪いのせいかな。などと冗談ぶっこいていた。さらに数日後、男友達数人で鬼ごっこをして遊んでいた時、T が階段を踏み外して、下まで転げ落ちた。みんなその場で凍って、ああ、になってしまった。もしかして、何者かに突き落とされたんじゃ、そう思った。だが、T はぴょんと立ち上がり、あっぶねえ。階段の途中に犬の糞があった。踏まないようにしようとしたら、落っこちたぜ、と爆笑。僕たちも安堵と面白さに爆笑。T はすりむいただけで済んだ。さらに数日後、図工の時間、T は彫刻刀で指を怪我した。呪いだ、とみんなが騒いだ。B 子が、T 君の腕を掴んでる白い手が見えた。そう言って怯えたけど、T は怪我した指を見せびらかせながら、ふふっと笑った。勝手に手が動いたとか、そういうものではなくて、指を広げておいて、指の間を、トントン彫刻刀を行き来させる。その度胸試しに失敗したからだった。ただ、普段は面白い人気のあった先生に、
こっぴどく怒られて、へこんではいた。その他にも、T の身には、いろんな事件、事故、怪我はあったけど、呪いなのかと言われれば、どれも微妙だった。学校では、T は呪われたんだけど、それ以上に強い守護霊に守られているのだと、そんな噂が立った。ただ B 子だけは、呪われている、と言い続けた。ある日、遠足にて川辺の飯盒炊爨をやっていた。川には入るなよ。そう先生は言っていたが、そう言われて守る者もいなく、食後にはみんな川に入ってバシャバシャ遊んだ。比較的穏やかな流れだったし、そんなに深い場所もなかったので、先生も笑って見てた。しかし、事故が起きた。B 子が溺れたのだ。川の底にあったガラスの破片を踏んでしまい、パニクったそうだ。助けたのは T だった。呪われているのは私かもしれない。そう泣きじゃくっていたけど、T が、心配すんな。呪いなんかないって。それに、呪われるんなら俺なんだろ？お前は平気だよ。と励まして安堵したようだった。それ以来 B 子はオカルト的なことを言わなくなったし、T のことも悪く言わなかった。というか、絶対好きになってた。ある日、T と二人で帰っているとき、ねえ、T は怖くないの？やっぱ、呪いって嘘なの？と僕は聞いてみた。T はちょっとだけ真面目な顔になって、誰にも言うなよ、と前置きをすると。実は、あのコックリさんやった日にさ、夢の中に狐が出てきた。でビビってさ、父ちゃんにお経を唱えてもらって、近くのお稲荷さんに油揚げを持って行った。だけど、その後でも俺怪我とかしてるだろ。ってことは呪いのせいなんかじゃなくて、ただ単に俺が不注意だってことじゃん。と言って、T は恥ずかしそうに笑った。よくわからなかったけど、なんとなく納得した。